皆さんこんにちは、エルザです。今回はブラックスワンの遺物について話していきたいと思います。ブラックスワンの遺物っていうところで言うと、トンネル遺物だと囚人を確定的な扱いで装備している人が多いんじゃないかなと思います。ですがオーナメントに関してはグラモスとインガそれぞれ推している人がいるので、どちらを選ぼうかっていう悩んでる人も多いんじゃないかなと思います。まあ、正直ここに関して自分も悩んだところでしたね。で、個人的にはオーナメントは育成段階や公園水の状況によって大きく変わるなと思ってます。そこで今回はオーナメントを選ぶ際にどちらが適正なのか判断ができるように選ぶコツを紹介していきたいと思います。一応自分の中ではグラモスを使ったセットと、まあグラモスじゃなくて銀河を最大限生かすため、とかいうところでサブステも整えたデータを用意して試してみたので、ちょっとその感想もね入れながら話せればと思います。それでは早速やっていきましょう。まずグラモスを優先したい人を紹介していきたいと思います。グラモスに関しては高塩水の凸ができている、銀河をほとんど持っていない、効果命中のサブステが確保できている、厳選で楽をしたいという方にはグラモスが優先ですね。グラモスの優先度が高い人は今紹介した4つの条件となります。まず1つ目の高塩水の凸ができているに関しては、まあ、持ち武器を持っていればもう断然これでいいのかなというのもありますね。なんですが獲物の視線の凸状況で今回は話していきたいと思います。獲物の視線に関してはブラックスワンの星4高塩水でも候補となっています。ちなみにこの高塩水を装備して胴体は効果命中になってきますね。まあ、それぐらいしてもなかなか理想の 120% 目指すのは大変というところになります。しかもこの凸効果として必須捨ての効果命中が 40% と大きく数値を確保できるんですよね。さらに持続ダメージも上がります。で、この高塩水を1つ凸したものを持っているかどうかで育成難易度がぐっと下がりますので、高塩水の所持を確認してからグラモスを送るのか選んだ方がいいかなと思います。続いて2つ目ですが、銀河をほとんど持っていない人にグラモスがおすすめとなります。正直なところ銀河に関しては今から一生懸命集めるオーナメントとしてはもったいない部類になるからです。銀河を扱えるっていうか使えるのもそもそも持続ダメージやデバフをメインとしたキャラクターとなります。まあ銀狼とかですね。ですが効果命中は胴体やサブステでも確保できるので優先度としては低くなるんですよね。しかもデバフキャラに関しては追い抜き選手なのが優秀なので、そこまで使うかって言われると、まあ、使わない傾向にあったりもします。さらに決め手なのが相棒としてついてくる天体の方ですね。これがですね、今適正なキャラがいないので正直集めるのがもったいないし労力かけすぎるなっていうのがあります。なので銀河をそこまで所持していない人はどうせ厳選するならブラックスワン以外の持続キャラとかも育てる必要がありますので、まあ、グラモスを厳選する方がいいんじゃないかなっていうところですね。続いて3つ目です。効果命中のサブステが確保できている人ですね。こういった方もグラモスがおすすめとなります。まあ、すでにトンネル遺物の囚人の方でサブステが取れてるっていう方ですね。まあ、ブラックスワンの火力を上げるために効果命中 120% の確保となりますので、最低限の獲物の視線の高塩水があればグラモスを目指せることは可能となります。まあ、ステータスで見るとこんな感じですね。例えば高塩水が20から40貫突まででこれぐらいあります。で、銅が 43.2 奇跡が10とした場合、まあ、73から93ぐらいとなります。で、この数値をもとにあと120目指す上で必要なステータスは 46.8 から 26.8 となります。まあ1遺物あたり 7.8 から 4.4 ぐらいですね。で、だいたい効果命中の基本が 3.8 から 4.3 捨てのことが多いので、高塩水を貫突できていなくても効果命中がついている遺物を選べばとりあえず目標が達成しやすいっていうのは実があります。高塩水が全く凸できていなくても効果命中が1回でも強化されれば目標の達成ができるので、意外と目指しやすいステータスっていうところになります。あと個人的には効果命中とかのステータスに関しては上がりやすい印象がありますね。とりあえず効果命中がついている異物を育ててみて120を目指すっていうことをしてみるといいと思います。そうするとね、意外とグラモスでも目指せなくはないんだなっていうところになりますね。続いて4つ目です。
源泉で楽をしたい人にもおすすめですね。まあこれは本当始めたばかりで時間がないとかスタミナが足りない人向けの話になります。まあブラックスワンに関しては陰月などのように単体で火力を出すわけではなく、パーティー全体の育成状況によって火力が変わります。持続ダメージキャラなので、単体の火力を発揮するにも味方の持続ダメージが重なっていないと微妙なんですよね。そのため育成においてですが、ブラックスワンとまとめて育成素材を集めたいというのがあります。特に囚人は持続キャラと相性がいい上に、どの持続キャラでも使えるのでまとめて集めれるのが優秀なんですよね。それと同じグラモスも持続ダメージキャラだけでなく、デバッグキャラにも使えます。さらに相方のピノコニーも同属性のバフがかかる効果なので、サポートキャラにも回せるんですよね。まあ、一つの場所で厳選するっていうことをするだけで、パーティーメンバーの異物厳選ができるので、とても楽な異物となっています。なので厳選で楽したい人はグラモスを選ぶっていうのもいいですね。でこのあたり、おすすめでグラモスを話しましたが、まあ、ダメージの感覚としては厳選ができれば銀河の方が確かに強いんですけど、まあ全然それに劣るレベルでもなかったです。ということでグラモスをおすすめしたい人は以上となります。個人的にはグラモスは厳選が楽なのでこちらを採用してますね。持続ダメキャラは育成する人数が多いので、信用ポイントも素材も枯渇気味になりますので、厳選を楽に整えるのはありだなと思います。続いて銀河を優先したい人について話していきたいと思います。まあ、理想としてはこちらがいいなというところですね。で銀河に関してはあまり厳選にスタミナを使いたくないというのもありますが、厳選できているならありだなという異物になってます。それを前提としておすすめしたい人の条件はこちらの3つです。攻撃力を盛りたい、すでに銀河をある程度所持している、応援水が不足気味というところです。まず1つ目の攻撃力を盛りたい人向けというところになります。ブラックスワンに関しては胴体が効果命中になることから攻撃力がちょっと上げにくいっていうのがあるんですよね。その分他の持続ダメージのキャラよりかは攻撃力が下がるってことが多いので、持続ダメージ自体の火力が落ちやすくなっています。それをカバーするために銀河の効果、効果命中 25% 分を攻撃力にアップする、最大プラス 25% までっていうのが相性が良くなっています。しかもブラックサンは効果命中120を目指すので、簡単に目標を達成することができるんですよね。この点を考えると攻撃力と効果命中の両立ができる銀河は相性がいいオーナメントとなっています。ちなみにですが、ダメージシミュレーターなど見てみると銀河の方が火力は上となっていましたね。で実際僕も厳選が終わって銀河の方を使ってるんですが、こっちの方が確かに火力は出てました。続いて2つ目ですが、すでに銀河をある程度所持している場合は採用になります。銀河に関しては一番のネックは厳選をすることです。特定のキャラにしか使えないので厳選するのが大変なんですよね。なので過去に銀狼の育成とかで厳選が進んでいる場合にはありな異物となっています。いい異物がある場合はこちらを優先して選ぶようにしてみましょう。あとどうしてもこっちの銀河を使いたいのであれば合成で作るっていうのはありですね。僕余ってたので合成でパッて作ったんですけど、意外と運よくいい異物が出たので、採用をしました。まあ本当運試しみたいなところですね。続いて3つ目、公園水が不足気味の人にもおすすめです。まあ獲物の視線を突していない場合、いくら厳選難易度が低いとは言っても揃えるのが難しくなってるんですよね。で効果命中 10% と言いますが、サブスで1枠分になります。特に異物厳選で足の速度もそもそもゲットするのが難しかったりするので、厳選が間に合わない場合はこの 10% はとても貴重なものとなったりするんですよね。速度靴で効果命中がついてるかどうかって厳選対象になってきますからね。で異物厳選と公園水がちょっと合わないなっていう人は銀河を採用して補うのもありだなと思います。銀河をおすすめしたい人は以上となります。個人的には異物が厳選できているのであればこちらを使用したいっていうのありますね。で現在使用している最中っていう感じです。でブラックサンは効果命中120をどうやって達成するかによってダメージが大きく変わります。特に銅につけた効果命中を外して攻撃力にできれば大きな火力アップになりますからね。こういった時にセット効果のプラス 10% は大きな数値となりますので、厳選がうまく進んだ場合には特に採用していきたいっていうところになります。はい、ということでオーナメントの条件についていかがでしたでしょうか。
結局どちらもいい面があって選ぶのに迷いますよね。で僕自身どちらも育成して使ってたのでどちらがいいかなっていうのもちょっと出ています。でそれを加味した上でなんですが、まあ、スタレは厳選とか育成がとても難しくなっているので最初は最低限の火力が出せるグラモスを採用する方がいいのかなと思いますね。これ人によっては囚人を集めきれてない人って囚人の厳選から行くのでめちゃくちゃ手間かかると思います。でしかもブラックスワン以外の持続ダメキャラも育成できるのでこのあたりやっぱ魅力的だなと思いますね。時間短縮というか効率がめちゃくちゃ上がるのでいいですね。でとにかくブラックスワンの編成をメインとして活躍する場合はまずグラモスの厳選をやっていくようにしましょう。で余裕やいい厳選ができたら銀河に切り替えていくのがいいかなと思いますね。まあ、例えばそこで溜まった金のやつの分解してでそれを合成でガチャするとかね、するだけでも楽ができるのでスタミナ消費するよりかはめちゃくちゃいいかなと思いますのでそういった厳選方法もできるかと思います。まあ、持続ダメキャラで攻撃力を上げれるのが本当は大事なところですからね。まずは上げ切るっていうのが大事です。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。